アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトモが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼の影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月8日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2022中四国学生アメリカンフットボール選手権決勝トーナメント1回戦、愛媛大学ボンバーズ対島根大学ウォリアーズの一戦が行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側に陣取っておりますカラーのユニフォームパープルをまとっておりますのが愛媛大学ボンバーズ。1976年創部の歴史ある中四国のチームです。かつては中四国学生を制するその強豪チームは、少数精鋭を貫きながら今季、1次リーグ戦を見事1位通過してこの決勝トーナメントに進んでおります。かつては物質消失という危機もありましたが、しかしそれを乗り越えて今ここで再びその中四国の雄として名を馳せようとこの地に戻ってきております。対しまして反対側に陣取っております、本日はホワイトのユニフォームをまとっております赤を基調としたユニフォームが島根大学ウォリアーズ。こちらも1982年創部のチームです。このチームも場所は参議院の地方に在し、そのアメリカンフットボールを普及に厳しい環境にありながら、かつては2016年2017年シーズンに中四国を連覇するという非常に強力な力を発揮したチームでもあります。現在はこのコロナ禍により部員獲得に非常に苦しい状況にありますが、一時リーグ戦はしかし参加できなかったながらも、しかし決勝トーナメント進出という形を実現いたしました。この両雄による一戦が間もなく行われます。両チーム試合前に確定しまして激を飛ばすウォークライハドルを展開しております。令和4年10月8日、広島広域公園第2球技場にて2022中四国学生アメリカンフットボール選手権決勝トーナメント1回戦、愛媛大学ボンバーズ対島根大学ウォリアーズの一戦がまもなく行われます。これより試合開始に先立ちまして両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのが愛媛大学ボンバーズ、奥側に陣取っているのが島根大学ウォリアーズです。島根大学キックオフ、愛媛大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式形式で行われます。本日の試合は中四国学生アメリカンフットボール連盟の許可を得まして、私道楽有茶が配信をさせていただきます。またこの配信映像はそのまま中四国学生アメリカンフットボール協会公式の配信サイトでも配信させていただいております。こちらは皆様ご視聴しやすい方でご視聴いただければと思います。さあまず試合は島根大学のキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーを務めますのは島根大学10番の村田、新田高校出身の1年生です。これを返しますリターンにつきます、愛媛大学は1番と21番がつきました。1番は
川上、岡山城東高校出身の1年生、21番川崎は廿日市高校出身の3年生です。さあリターンに入ります。愛媛大このリターンは自陣33ヤード付近でボールデッドとなりました。リターナーは愛媛大学21番の川崎でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手がタールまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは愛媛大学の攻撃。愛媛大学自陣33ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。パス不成功。まず愛媛大学の選択はパスプレー。ボールの開始地点から後方より1回だけできる前パスを展開しようとしました。クォーターバック4番、しかしターゲット見つかる前にプレッシャー感じ、右に流れながらパスを投げ捨てました。パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃に変わります。したがって愛媛大学自陣33ヤードの地点からのセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要ければ同じく10ヤード。素晴らしいランプレーでしたが、しかしフィールド上に黄色いウエスが落ちています。この黄色いウエス、イエローフラッグが落ちますと反則発生を意味します。これがいずれの反則であったか審判の判定を待ちましょう。イリーガルフォーメーション、オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを展開しました。アメリカンフットボールには定められたポジショニングに最前列および後列にセットするというポジションのルールがあります。これを守っていませんでした。したがって5ヤード割った。先ほどのプレー無効となりまして、セカンドダウン15の状況でプレーやり直しという形になります。愛媛大学下がりまして自陣29ヤードからセカンドダウン15、2回目の攻撃になります。攻撃権更新必要距離は15ヤード。さあ再びランニング枠に戻して左方向へのランプレーを展開しました。キャリアは変わりまして今度は1番の選手に託しています。このランプレーによる原因はしかし約2ヤードにとどまっています。キャリア1番は川上、岡山城東高校出身。これによりまして愛媛大学サードダウン残り距離13ヤードの状況に変わります。愛媛大学攻撃権残り回数2回のうちのこの距離3回目の攻撃で攻撃権更新13ヤードを確保できるでしょうか。愛媛大学自陣31ヤードからサードダウン13、締まれた。ナイスディフェンス。ここもランプレーでの突破を図りましたが、これは締まれたディフェンス集まり、最終的に67番のタックル上にプレー止まりました。タックルしました67番は竹内、山口高校出身の1年生です。愛媛大学フォースダウン15の状況になります。その最後の攻撃で体型を変えましてパンプフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしこれによる陣地挽回を図ります。パンターは73番、このパントは転がりよく結果的に愛媛大学陣30ヤード付近でボールセットとなりました。
この時点での攻守交代となります。今度は攻撃権変わりまして島根大学の攻撃に変わります。まず最初の愛媛大の攻撃を島根大見事に封じることが成功しました。今度は島根大学が自陣31ヤードの地点からの攻撃に入ります。島根大学ファーストダウン10、同じく攻撃権更新に必要な距離は10ヤードとなります。このプレーはしかし失礼しました、カメラが振られましたが、このプレーパスプレーでしたが、パスは不成功に終わっています。パス不成功となりまして攻撃権を一つ喪失し、セカンドダウンと変わります。島根大学セカンドダウン10。今度はランプレーを選択しました。ボールを託しましたキャリア26番左オフタックル付近をつきましたが、このランプレーによるゲインは約3ヤードです。キャリア26番は伊藤三田松雲館高校出身の4回生のプレイヤーです。さあ島根大学サードダウン7の状況に入ります。失礼しました、サードダウン9に訂正します。今度はパスプレーに転じました。クォーターバック1番ワイドレシーバー2番にパスを通しまして約6ヤードゲインしていますが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。パスを投じましたクォーターバック1番は芝野、高松西高校出身の3回生、2番のワイドレシーバー遠山は美濃高校出身の4回生です。島根大学こちらもパントフォーメーションを選択します。このパントは自陣脱することできず、自陣47ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。双方とも最初の攻撃シリーズは結果的にパントという形で終わりました。2回目の攻撃にお互い入ります。愛媛大学相手陣47ヤードの地点からのファーストダウン10に入ります。愛媛大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずはランプレーによって右奥への展開をしました。キャリアは21番、しかしこのランプレーによるゲインはありません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。キャリア21番は川崎廿日市高校出身のプレイヤーです。3回生、愛媛大学セカンドダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。ここでオプションプレーを選択します。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択をするプレーです。ここはランニングバックに投げ渡しました。しかしこのピッチを取ったランニングバック、タックルを受けまして、これもノーゲイン。愛媛大学サードダウン10となります。残り10ヤードです。愛媛大相手陣47ヤードからサードダウン10、3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は10ヤード。突破できるでしょうか。ナイスディフェンス。ここでクォーターバック右に流れてパスないしはランを展開しようとしましたが、
これを島根大学36番が見事なチャージをしまして、このプレーを約6ヤードロスとしました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。先ほど素晴らしいラッシュをしました36番、これはプレーを開始する前に相手エリアに侵入していたため反則となりました。従いまして約5ヤードの罰退を受けまして、オフェンスチーム5ヤード前進してサードダウンやり直しとなります。愛媛大学サードダウン5となります。クォーターバックプレッシャーを浴びながら左に流れて、そこからワイドレシーバー14番にパスを通しまして攻撃権更新です。愛媛大学ファースダー、一番最初の開始点より10ヤード前進しますと攻撃権は一旦リセットという形になります。したがって愛媛大学相手陣29ヤードからファースダーアンテ、愛媛大学さあこの位置からの攻撃実らせることができるでしょうか。まず中央へのワンプレー、何枠21番、相手ディフェンスの隙間を縫うように中央突破し、攻撃約8ヤードのゲインとしています。キャリア21番は川崎です。廿日市高校出身の3回生、愛媛大学セカンドダウン2、ボールオン相手陣21ヤード、さあ今度はキャリア22番に託しました。ディフェンス群がる中中央突破を試み、ゲインはしています。しかしサードダウンに変わります。キャリア22番は村井、永田高校出身の4回生、サードダウン残り1ヤードです。愛媛大学相手陣20ヤードからサードダウン残り1ヤード、攻撃権更新には残り1ヤード、エンドゾーンまで残り20ヤード。愛媛大学、オプションプレーを選択しましたが、この時にクォーターバック4番がボールを落とすと、しかしこれを21番リカバリーして中、右オープン展開を図りまして、このランが判断よく攻撃権更新となりました。愛媛大学ファースター、愛媛大学1回目の攻撃を選択チョイス、得ることができました。素晴らしい判断で攻撃権更新としましたのは愛媛大学21番の川崎、廿日市高校出身の3回生、愛媛大学相手陣18ヤードからファーストダウンテ、さあここでアイフォーメーションからの中央へのパワープレー、ブラストプレーを展開します。キャリア22番、それを託され約4ヤードのゲインとしています。キャリア22番は村井、永田高校出身の4回生、愛媛大学相手陣14ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃です。攻撃権更新には残り6ヤード、得点を上げるエンドゾーンまで14ヤード。ナイスラン、ファーストラン、何枠21番、ハンドフを受けて左オープンへ展開、相手ディフェンスの隙間、オープンスペースを大きく走り抜け、攻撃権更新としました。愛媛大学ファーストダウン、キャリア21番は川崎、廿日市高校出身の3回生、愛媛大学
相手陣5ヤードの地点からファーストアンドゴール、エンドゾーンまで残り5ヤードの状況です。島根大ナイスです。ここで中央のランプレーで愛媛大突破を図りましたが、これを読んで島根大学ディフェンス部村上、このランプレーを食い止めました。ここで島根大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。配信の画面上にあります光明の下に黄色いバーの表示があります。この数がタイムアウトの残り個数とご承知いただければと思います。島根大学、ここで一旦ディフェンスの士気を高めるためにタイムアウトを取ったと思います。さあ、まもなく試合再開となります。愛媛大学相手陣6ヤードからセカンドダウン2ゴール。ここも島根大ナイスです。愛媛大オプションプレーにより右オープンの展開を図りましたが、これを読んで島根大2番9番が見事なタックルを決め、約3ヤード制約5ヤードのロスとしています。判断しましたタックラーは2番遠山、箕面高校出身の4回生チームキャプテンです。そして10番の村田、新田高校出身の1回生。愛媛大学サードアンドゴール残り11ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック4番パスプレーによりタッチダウンを狙いました。ターゲットは18番、しかしカバーされていたためパス不成功に終わりました。ダウン1つ進んでフォースダウン、最後の攻撃権になります。イエローフラッグが投げられました。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで愛媛大学に反則がありました。無資格選手のダウンフィールドパスコースへの侵入です。アメリカンフットボールのオフェンスチームはパスに出ていい選手に限りがあります。この権利がない選手がパスコースに出る場合反則となります。ですがこの反則は島根は取らず、ダウンが更新する選択をしました。したがって愛媛大学フォースダウンとなります。先ほどのプレーで反則を取りますと愛媛大学下がる形になりますが、サードダウン3回目の攻撃のやり直しという形になります。それを島根は嫌いました。愛媛大学フォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ。キッカーは14番。さあこのキック決まりましたでしょうか。しかしこのキックは失敗。愛媛大学まずフィールドゴールに3点を取ろうとこのフィールドゴールのトライをしましたが、しかし結果的に失敗し無得点に終わりました。これによりまして攻守交代となります。愛媛大学愛媛大学の猛攻をしのぎ、見事その攻撃を、取り返すことができました。島根大学の攻撃は自陣の20ヤードからとなります。さあこの自陣20ヤードからの攻撃生かすことができるでしょうか。島根大ファーストダウン10。中央アンプレーキャリア26番、相手のディフェンスの隙間を縫うように走り約6ヤードの原因としています。伊藤義孝選手中央を引きました。続いてはキャリア26番は伊藤三田松雲館高校出身の4回生。残り5ヤードです。
ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、愛媛大学0点、島根大学0点、両者0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。